株式会社藤田は、東京都渋谷区仙長谷4丁目に本社を置く日本の建設会社。日本国内では純大手の総合建設業である。現在の会社は2002年に旧株式会社藤田の会社分割により設立されたものであるが、便宜上、会社分割前の旧株式会社藤田についても、本校で記す。JV 志向のものも含む。 富士田は1970年代から1990年代にかけてサッカーへの支援に力を注いでいた企業であることでも知られている。子会社であった東和不動産のサッカー部は1968年の設立からわずか3年で当時のトップリーグである日本サッカーリーグに昇格。1975年には富士田工業のサッカー部と なり、1993年に J リーグ巡回員の湘南ベルマールに行後も、自社の業績不振が深刻化する1999年の撤退まで支援を継続していた。この時の運営撤退にあたっても、新旧分離によりクラブの負債をすべて藤田が引き取った上で、藤田の所有であった大見和グラウンドを2006年まで、 練習場として使用させるなど間接的な支援を継続していた。大和ハウス参加で経営再建を果たした後の2017年シーズンにはユニフォームスポンサーとして18年ぶりにクラブをサポートすることが発表された。その一方で創業家の出身地である広島県との遅延からサンフレッチェ広島のパートナー企業にもクラブパートナーとして参加している。また、 女子サッカーにおいても1990年に天台 FC を支援、藤田天台 SC マーキュリーとして日本女子サッカーリーグに参加していたがベルマーレ平塚への支援打ち切りと同時期の1999年に解散している。藤田がサッカーに積極的に関わっていたのは元副社長の藤田正明が大学時代までサッカーの選手であったことも影響していたと見られている。 藤田正明は、上記チームとは別に個人として、広島のサッカークラブ、広島藤田 SC のオーナーも務めており、こちらは現在広島県リーグ一部に在籍している。藤田旧本社ビル1991年3月に、東京都渋谷区千長谷4丁目6番15号に18階建ての本社ビルを巡行。1993年には9階建ての本社別館を竣工。 2000年8月にリストラの一環により三井不動産などが設立した投資ファンドに約150億円で売却することが決定された。さらに賃料節減のため、富士田東京支店として入居していた近隣の収容団、シドビルに本社機能も移転約800人いた本社従業員も同11月までに同ビルや近隣の書ビルに移転した結果、 売却した旧自社ビルを隣に望む賃貸ビルに本社が所在するという皮肉な状況になっているものの、これによって年間約10億円程度の経費節減が達成できるとされた。売却された本社ビルの本館は2001から2017年にかけて外資系製薬会社のグラクソスミスクライン株式会社の本社として同社が一棟。 彼氏、GSK のロゴが外壁上部に掲げられ、GSK 本社ビル名称となっていた。なお、藤田本社ビル時代にはドラマ、振り返れば、奴がいるにおいて天心桜病院のロケ地として用いられていた。藤田が旧本社ビルの1階ロビーに、メセナ活動の一環で開設した文化施設、美術館、バンテミュージアムやアミューズメントスペース、 ハイビジョンシアターなどが設けられ、展覧会などが開催されていた。1階ロビーのトイレには、イナックスのガラス製小便器が設置されていた。本社機能の移転に伴い閉鎖された。その後、GSK 本社ビルの受付を除いて、セキュリティエリアとなったため、バンテア土地部分に一般のものは立ち入ることができない。2010年9月下旬に、 中国河北省内の軍事管理区域に侵入し、許可なく撮影したとして、藤田の社員に4人が拘束された。9月30日に3人が釈放されたと、新華社通信が報じた。当初はこの4人が死刑にされる可能性があるという報道もあった。一連の騒動は、同時期に発生した尖閣諸島沖での中国漁船の船長が逮捕された事件の関連性が疑われている。 2010年10月9日に残る数戸が釈放された。藤田社員だった人物について記す。プロ構えの藤田工業サッカー部所属選手については、東和不動産サッカー部東和不動産、藤田サッカー部に所属した主な選手を参照のこと。ありがとうございます。